はい、こんにちは、ジャマです。今回は、ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思いますということでね、集中トレーニングミッションリンちゃんに続き、ナギのやつが来ましたね。今回は、レアアイコンが、総合力、100位以内で、レア称号の方は、テクニックとキックの合計値が1万位以内というような、形になってるみたいですね。リンちゃんの時は賢さも込みで下の段だったんですが、ナギのね、ランキングに関してはテクニックとキックの合計ということみたいですね。なるほど、なるほど。で、これに関しては、まあ、相変わらずね、ランキングに採用されるのは一番戦力が高い選手のみとなりますということなので、まあ、期間内に育成した選手じゃなくても持ってる選手で、なるのだとしたら、まあ、今の時点で言うと俺の場合このナギになるわけだよね。まあ、ただ、このナギはテクニックとフィジカルが、高いナギなので、これあれだよな、確か、そうだよね、国が見つかってた頃のナギなので、まあ、赤黒踏んでね、フィジカルが上がったっていうやつだったから、まあ、このナギよりは、テクニックとキックを、伸ばしやすい編成にして育て直す方がいいよねっていう話だよね。まあ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 、リンちゃん育成してた時の編成とかが結構使えるんじゃないかなという気もするので、まあそれでね、ちょっと育ててみたいかなという感じですね。で、まあちょっと報酬のあれ確認しよっか。サンプルが見れると思うんでね。お、逆さまじゃねえ。まずは、じゃあ、取れないでしょうけど、100位以内の方の称号としては、これですね。変幻自在のトラップ、なぎせいしろのアイコンと。そして、取れる可能性があるのはこっちかなということで、称号の方は、サッカーって面白いんだねと。あーでもこれ、リンちゃんのやつのが好きだな、称号は。まあでも、取れるなら取りたいけどね。なるほどね、と。OK。じゃあ、これはこれでね、やっていきましょう。そしてだ、もう一つですね、お知らせ。ゲリラ無料で、超還元祭のセレクトガチャ選手バージョン、引かせてくれますよということなので、まあちょっと引いてみようかなと、思います。これですね。まあピックアップは一応、デフォルトのままなんだけど、これね、ちょっと迷うのが、まあ急なぎ選ぶかどうか、と、ただね、ネガがね、レベル55なので、まあ60にして、レクチャーつけたいなというのと、まあバロも60で止まってるから65にして、本体で育成するときにね、トレーニングギーク2個つけたいなっていうのと、まあ、国神とね、ロキに関しては、まあ、話は遠いんだけど、自前で赤黒持ってるやつ、手に入れたいよねってなると、この二人はね、時間かかっても、いずれはね、やっぱ自前で100にしたいなっていうところで言うと、まあ、なんかこの4人でもいい気はするんだよなっていう。まあ、ただ、レベル70で止まってるこの二人とか、あとね、ライチとニコもレベル70で止まってるから、この辺出てもいいよ、この辺選んでてもいいよなっていう気もしているので、悩むんだよな。まあ赤黒は話遠いかっていう意味では、一旦外してもいいんだけど、まあでも、長い目で見たらね、100まで行けば、やっぱ赤黒カード持ちは別格な気もするので、そういう意味では、まあ、この4人で引いてみますか。っていうか、まあ、当たるとも限らんからな。はい、ということで、まあ、じゃあ、無料分引かせてもらいましょう。いけ。さあ、国神来た。オッケー、これあるんじゃない?っていうか、会ってくれ。さあ、金玉になる。で、そっち飛ぶ。オッケー、ぶち破ったね、これは。よし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 。
さあ、お、読み込み入って何枚抜く？金玉いっぱいあんね。さあ、一発目空振り、二、三、オッケー、ここ。誰にバカだと。ああ、なるほど。俺はサッカーだ。国神が、国神を連れてきてくれたと。オッケーオッケーオッケー。これは嬉しい。あと2枚どうだろう。ダメか。ブルーロックの皆さんの役に立てるよ。あ、オッケー。僕は僕にできることをします。ああ、いいね、いいね、いいね。この二人、赤黒持ちだからって言ってた二人がそのまま来たね。あ、やばい、これスーパーチャンス引きたくなっちゃう。まあでもさすがにちょっとやめとくか。これ追撃すると痛い目見るパターンな気がするので、まあちょっとやめときますけどね。まあまあまあ、いいとこ打ち抜いたんじゃないですか。国神が、これで62できますね。まあピース交換してくれば。でロキの方はピース交換をして、55に上げちゃったとこだったので、ピース交換ではちょっと60にできないから、まあ、ちょっとライバルリー頑張ろうかな、みたいな感じですかね。国神に関しては、ちょっとここで、あ、そうだよね、ロキは交換しちゃってるよね。国神に関してはまだ交換してないと思ったので、ここで変えときましょう。レアランクマッチメダル交換して、レベル60ですね。OK。まあ、これでね、練習試合ボーナスが、つきますので、まあ、今の環境で言えばね、練習試合ボーナスは、まあ、でもあればでかいよね。フルパワーだぜ。フルパワーだぜ。レベル62とりあえずなりましたよと。OK。そうだね。まあ、ねが、そうね。時光60になれば、こっちがね、解放されるのはスペルクなんで、まあ、こっち出てくれるのも、が良かったような気はしなくはないが、さすがにちょっとスーパーチャンスこれ、追撃するのもね。追撃するのもな。って感じなんですが、スーパーチャンス中、まあ、5.25% なんだよね。まあ、素で2枚抜きできたのは良かったけど、次も良い引きができるとも限らんから、これぐらいにしといた方がいいか。そうだね。まあ、あとはあれだよな。ナギのテクニック伸ばす意味では、2個を80にできた方が、なんか、まあ、イメトレでね、ガンガンかしこ、テクニック伸ばしていこうみたいなことができなくもないのかなとか思ったりはしな、するけど、っていうかあれか、むしろバチラーがな、バチラー80にすれば、まあ、ドリブルの案を持ってるし、まあ、ナギのランキング、やりやすいのかなとか、そういうのもあるんですが、まあ、だから、ピックアップ変えてね、スーパーチャンス引いてみるのも、なくはないんだけど、まあ、今回はここまでにしておこうかな、という感じですね。よし、まあ、とりあえずそんなとこかな。山分けのあれ、進捗は更新ないんだね。ここも7月22日8時のままだから、まあちょっとこの辺に関してはね、また更新があれば見たいところかなというとこですね。まあランキングもね、ちょっとこれ、おそらくあれでしょう。またお知らせで、随時ね、報告、ボーダーここだよっていうのしてくれるんだと思うんだけど、普通にランキングを公開してほしいっていうね、話はありますが、まあ頑張ってね、ナギ育成、やっていきましょう。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。